上智大学行ってみたいと思います。もちろん今日は正誤問題、大問一つの中に10問あるんですが、その中から最初の5問、これを行ってみたいと思いますので頑張っていきましょう。すみません、まず問いの61番ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。これヒントは文頭の last year、 過去時制ですよね。ですから下線部 A が怪しいですね。もちろんこのままだったら現在完了形、ダメですね。ですから B 形無にしていただけるとよろしいかと思います。よって正解は下線部 A ということでよろしいかと思います。では続いて問いの62番お願いします。さあ皆さん、怪しいのはこの文末の risks。皆さん、リスク、後ろ、to 不定詞取りましたかね ?to 不定詞というのは基本的に未来志向、明るい、前向きなお話でしたね。しかし今回は risks、危険、つまりマイナス、どちらかというと後ろ向きですよね。ですからそれを示す場合には ing を使いましたね。ですから今回は engineering、そういうふうに直していただけるとよろしいかと思います。ですから正解は D ですよね。さみさん、続いて問いの63番お願いします。さみさん、これはフィッチが怪しいですね。皆さん、関係代名詞ときたら右側が完全な文章か不完全な文章か、文型を確認するところからスタートですね。そうすると皆さん、後ろは SV、 もちろんゲインズの右側には名詞がおりますので、こちらゲインズは他動詞ということは、後ろは目的語ですよね。ですから SVO ということで完全な文章になってますね。で、もちろんフィッチの右側は不完全な状況が来るはずだったんですが、見ての通り完全な文章になっておりますので、ひとまず正解は B ですよね。じゃあ皆さん、どう直しますかということですが、フィッチを使って後ろ完全な状況にするためには、フィッチの左側に前置詞を置けばよろしかったですね。つまり前置詞プラスフィッチの後ろだったら完全な文章ということでよろしかったかと思います。もちろんその話をご存じない方は、解説動画がすでに存在しておりますので、そのリンク先を概要欄に貼っ付けておりますからね。後ほどご視聴よろしくお願いします。さあ、問題は前置詞どうするかということですが、かかっていく先行詞はこれですからね。ですから皆さん、思い出してください。イベントの左側に何か前置詞をくっつけろと言われたらいいんですよね。よく耳にしませんかね。In the event that、 うんたらかんたらという場合には、ですから下線部 B を in fitch に直せばよろしいですね。さあ、続いて問いの64番お願いします。これは下線部 C が怪しいですね。 unexpecting の左側と右側、動詞になっておりますので、そこを修飾するには副詞にすればよろしかったですね。ですからこちらを unexpectedly、そうすれば動詞を修飾できますので、正解は下線部 C ということでよろしいかと思います。さあ、ラスト問いの65番お願いします。これは文末のこの辺りが怪しいですね。もちろん destroy、 自動詞他動詞大丈夫ですね。破壊したよ、何をということですから他動詞ということは、後ろに目的語が必要ですが、今回はないですよね。ですから他動詞の後ろに目的語がなければ、受動態にすればよろしかったですね。ですから of の右側は being destroyed、 もちろんそうやって直していただいてもよろしいでしょうし、またに前置詞 of がございますので、右側名詞、つまり destruction、 そういうふうに考えていただいてもよろしいかと思います。ですから正解は下線部 D ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、お疲れ様でございました。皆さん、先ほど出てきた情報、ちょっとまとめておきました。皆さん、思い出してください。カッコ1番。リスクの後ろは、ing でしたね。うんたらかんたらするのを覚悟でやる。そして、カッコ2。イベントの左側には前置詞 in。そして、よく出てくるのは in the event that。SV する場合には、ということでよろしかったかと思います。そして、ご紹介できなかった5問中、これは次に繋がるんじゃないかなと思うところをまとめてみました。カッコ3番。肯定文の中でエヴァを単独で使用することは、不可ですね。皆さん、例の一つ目見てください。I have ever been to Japan。 これ皆さん、正しい漢字はしますかね。皆さん、 have been to は見たことあるかと思います。でも、あえて真ん中に ever つけなかったですよね。ですから、肯定文の中で ever を単独で使うことはダメですからね。もちろん疑問文とか否定文の時は一般的です。じゃあ皆さん、肯定文の中で使う場合はどうしたらいいんですか。これですね、例文の2つ目ご覧ください。 ever が肯定文中で使われてますよね。皆さん、例の1つ目と違うところはどこですか。これですよね。つまり最上級の強調表現として存在できましたね。ですから、このあたりを意識できてなかった方は、この後ノートを取っていただいて、そしてノートを取った後はいつものこれですね。赤シートで隠してスラスラ言える。そこを頑張っていただけるとよろしいかと思います。
ということで今日も頑張りましょう。